レゴランドディスカバリーセンターのお買い上げ特典でもらったサンタミニセットを組み立てたいと思います。イエーイ。さあ、それでは早速組み立てていきたいと思います。まずはサンタの体の部分から、このプレートを貼ってパチッとな。そしてこれと、これをつければだいたい腰の部分が完成しました。腰と中の部分。さあ、そして腕の部分を組み立てたいと思います。さすがはサンタ、赤と白がめっちゃ多いです。これが腕です。これをつけて、こっちもつければ、あ、左手の完成。左手。そしてこっちも、これとこのパーツをつければ右手も完成。取れちゃった。カチャッと。さあ、そしてこっちも。これはひげですね。めっちゃ白い。そしてプレートを貼って。サンタさん、ひげがでかすぎて口の部分がありません。ひげでかい。さあ、これで胴体と顔の部分が完成。見た目はこんな感じです。さあ、それでは帽子と足を組み立てたいと思います。まず帽子の垂れてる部分、帽子の先っぽの部分はここにこの白いパーツをつけて、これをつけて、あとはここをパーツで埋めれば帽子が完成。そしてこのピースで足も組み立てたいと思います。さ、おっと、パーツが飛んでしまった。さあ、こうして、で、このパーツとこのパーツをつければサンタさんの足の部分が完成。そしてまだよくわかんないスパナを持たしてサンタさんの完成。これ何に使っているのでしょう。そしてプレゼントも組み立てていきたいと思います。サンタミニセットなのにプレゼントとかついてる。本当にこれはミニなのか。さあ、そして、これをつけて、この3つをつけて、
逆だった。こっちじゃなくてこっちをつけるんでした。いひひ。そして前にこの三角のパーツをつけて煙突。最後にこのパーツをつければおもちゃの機関車とティーブルの完成。ミニなのにこれだけあります。そして去年のお買い上げ特典でもらったクリスマスギフトボックスも合わせて飾りたいと思います。一つしかなかったのが増えました。みんなも作ってみてね。他の動画も見てね。バイバーイ。